your diary, May the 31st, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2023年5月31日、林博史です。おはようございます。今日は、カインを知れば、神の世界がわかる、という話です。カインです。カインというのは、弟のアベルを殺した、あのカインということになります。一般説によれば、アダムとイブの子供がカインということになります。が、本当にそうでしょうか？というところからですね、私の謎解きが始まりました。結論を先に言えばですね、アダムとイブの子供はカインとアベルということになってますけども、ひょっとしたらひょっとして同じ名前の子供だったのかもしれませんという、まあ、可能性、穴がありますので断言はできませんけれども、ともかくもアダムとイブの子供がカインということになっていますが、本当にそうかなということになるわけですね。つまりそのカインがですね、弟のアベルを殺したと、まあ、そういうことなんですね。で、その、まあ、ケースの中で最大の謎はですね、カインにはアワンという妻がいるわけです。で、じゃあアワンはどこから来たかという謎が生まれるわけです。大きな大きな謎なんですよね。ですから、まあ、キリスト教の世界、マリア教の世界も含めてですけども、よく論じられるのがですね、アワンは誰で、どこから来たのかという謎ということになります。大きな謎です。それはそれとしてですね、つまり、カインというのは弟のアベルを殺したあのカインということになります。しかし、私はですね、どこでそのような疑問を持ったかというとですね、神聖な礼拝堂のあの天井画、あの天井画はまさしく神がですね、ミケランジェロという人間が描いたのではなくてですね、神が、いわゆる神のメッセージとして描いた絵であるということをですね、次々と発見していた結果ですね、つまりミケランジェロもダ・ヴィンチもただの操り人形であったというような、まあ、結論を出したわけですけども、その流れからしてですね、つまりはシステナ礼拝堂のあの天井画にしてもですね、神が人間に書き与えた、書き残した、つまり神のメッセージであるという、まあ、前提と言いますか、私はそのようにして考えてますけども、の絵として考えるとですね、じゃあ例えばあの絵の中に描かれているアダムの追放と題された絵があるわけです、あのアダムの追放という題された絵の中にはですね、向かって左側に一組の夫婦、そして向かって右側の方にもう一組の夫婦が描かれています。で、向かって左側の夫婦は、これはアダムとイブです。イチジクの幹が表現されているところからわかります。一般にもそのように、まあ、説明されています。問題はですね、右側の人物、二人の人物は誰かということなんです。やや年老いてますよね、はい、それで一般説によればですね、アダムとイブが、まあ、いわゆるエデンの庭にいるわけですけども、まあ、その後ですね、アダムとイブがですね、まあ、何かの粗相をしてですね、そしてエデンの庭を、まあ、日本では、ね、エデンの園と言いますけども、エデンの庭を追い出されているところだというわけです。つまりそこに描かれている男はですね、アダムというわけです。それが一般説です。一般説、どんな、まあ、美術書にもそのように説明されてますから、皆さん今のうちにね、よくしっかりと確認しておいていただきたいと思います。で、その右側の一組の夫婦はアダムとイブかということになりますけども、しかし残念ながら顔が違います。鼻を見ていただければわかります。左の男はですね、後ろか、やや後ろ側から表現してありますかので、まあ、見にくいと言いますか、比較しにくいところもありますけれども、しかし明らかに鍵花です。一方、右側の男性の鼻はですね、むにゃっと曲がった反り鼻なんですよね。いくら若くても、年を取ってもですね、
花の形までは変わりませんというところからですね、右側の2人の夫婦はですね、これはアダムとイブではないというふうに私は判断しました。なおかつ中央にですね、木が立っていて、下半身大蛇のラミアイコールマリアイコールイナンナが表現されています。その天使がですね、刀を持っています。一般説によればですね、その天使がですね、アダムとイブに向かってですね、あちらへ行けというように出ていく方向を剣で示しているというように説明されています。どんな美術書にもそのように説明してあります。ところがですね、その剣をよく見るとですね、その剣の矛先がですね、先がですね、右側の人物の首に突き刺さっています。これは大変なことなんですね。一般的にギリシャ神話によればですね、神も死ぬことがあると言われています。神も死ぬことがあるんですよ。どういう時に死ぬかというとですね、首を切られた時、あるいは心臓をえぐられた時に神も死ぬというふうに言われています。これは、あくまでも、ね、比喩的に、そのように言っているわけですけども、要するに頭を切り離されるとかね、心臓をえぐられることがあればですね、神も死ぬことがあるということを、そのように出して表現していると考えています、されているということになるわけですね。ともかくもですね、その中央に立っている天使の剣がですね、右側の人物の首に突き刺さっています。ではその右側の人物は誰かということになりますと、その人物とですね、同じくシステナ礼拝堂の今度は壁画の一般には最後の審判と題された絵の中央に描かれている人物と顔が一致します。ただし老若があります。老若がある、若い年を取っているの違いがあります。しかし顔は違いがないという点で同じ人物だと判断するという視点に立つならばですね、そのシステナ礼拝堂のアダムの追放に描かれている右側の人物と、それからシステナ礼拝堂の壁画に描かれているあの最後の審判と題された絵の中央に描かれている人物の顔が一致するわけです。じゃあ中央に描かれているその、最後の審判の中央に描かれている人物は誰かというと、その謎を解くヒントがですね、その下に数字で書かれています。77、50と書かれています。77はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとキリストとなります。50は聖書のということになります。つまりそこに描かれている人物はですね、聖書でいうところのキリストということになります。いいですね、聖書でいうところのキリストとなっているわけです。じゃあそのキリストとは誰かということになりますと、今度はですね、同じくミケランジェロが描いたと言われているカッシナの戦いと題された絵の中に775027と書いてあります。これは大変重要な、神が人間に与えた、神自身が書いた神の定義を決める、定義を決めるとも勝ちですけど、定義を、私たちに教えている重要なメッセージということになります。つまりですね、775027をユダヤのゲマトリアで、シンプルゲマトリアで解読すると、キリストは聖書でいうところのカイン、カイン、カインとなります。こうしてキリストイコールカインが浮かび上がってきます。ということはですね、システナ礼拝堂のあの壁画、最後の審判という、とんでもない台がついてますけれども、その中央にいる人物は、つまりはキリストイコールカインとなってくるわけです。いいですね。となると、その顔と同じ人物の話を戻しまして、アダムの追放の絵の中に描かれている右側の人物の顔、この顔と先ほど言いました、壁画の方のですね、最後の審判と題された絵の壁画の中に描かれている人物の顔が一致しますから、アダムの追放の中に描かれている人物の右側にいる人物はカインということになります。つまりカインと妻のアワンということになっていくわけです。これで私の謎が解けました。というのはですね、アダムの追放をもう一度見ていただくと分かりますように、左側にアダムとイブです。これは間違いありませんね。一軸の実が決め手となっています。となると右にいるのはカインとアワンということになっています。で、両者を比べてみてください。いいですね。左側はアダムとイブです。右の方はカインとアワンです。右の方が年を取っている、すなわちカインとアワンの方がアダムとイブより年上だということです。ここが重要です。いいですか。左がアダムとイブの方が若いわけです。右の方がカインとアワンです。より年を取っています。ということはカインとアワンの方が年上だということです。左の方は
年下だということです。まあ、これが私の、まあ、決め手ですけれども、その、まあ、説を、ね、唱えて、そして発見して、そして、まあ、危険座に来ているわけですけれども、その事実を裏付ける証拠が次から次へとその後出てきました。その一例がですね、フェルナンド・コルモンの描いたエホバの呪いから、呪いの前に逃れるカインと題された絵ですよね。あの絵の絵を見ると、先頭に立っているのはこれはカインです。台の上に乗っているのがアワンです。まあ、それに絵についてはまあ別のところで説明しますけども、そして膝に抱かれているのがアダムとイブということになります。というふうにして、どん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 暴走といいますかね、私の説を裏付ける事実はその後どん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 出てきましたので、まあ、私はですね、その説を確信することが、その説ということは、いわゆるまあアダムの追放の右側に書かれている人物は、カインであるという説をですね、確信より深く強く確信することはあってもですね、揺らぐことは今日に至るまで全くありません。で結論を言いますとですね、アダムの追放の中に書かれている右側の人物はカインとアワンである。そしてカインの方がですね、アダムとイブよりも年上であるということです。で、カインという名前がそこで出てくるわけです。で、話を少し先に進めるとですね、創世記ブック1第1章に出てくるブック1ですね、に、まあ、創世記ですね、出てくる第1章に出てくる26節ですが、に出てくる Man、神は最初に人間の男を作った。という、その男は誰かということになりますと、一般説ではアダムとイブということになってますけれども、名前はどこにも書いてないわけです。Man です。男です。すなわち、カインということになります。で、カインが、いわゆる、まあ、人間種の最高神といいますかね、最初に作られた人間の、原種であるということになります。それまでもにも人間はいたわけです。ただし、その人間というのはですね、まだ旧石器時代の人間、あるいは新石器時代の人間の血の流れを引く、まあ、人間、原始的な人間であったわけです。その人間を改造してですね、そして今に見る私たちの人間に、いわゆるまあ品種改良したわけです。その品種改良の第一号がですね、カインということになります。その証拠があるかということになりますね。あるんですね。それがダヴィンチの書いたと言われている、あのウィトルウィルスの男ということになります。今日はですね、その部分を話しますと長くなりますので、動画をですね、皆さんに紹介してですね、1時間、2時間近い動画になるんですね。それだけ説明するだけにもですね。ですから、そのあたりを、まあ、じっくりと見ていただきたいと思いますけども、カインなんですね。やっぱりカインなんです。その証拠に、カインはですね、弟のアベルを殺しますよね。その罰として、聖書の方では、顔を落とされたとあります。この落とされたという意味をですね、いろんな学者がいろんなふうに解釈して、いろんな説明をしています。どんなことだ。そして、顔にマークをつけられたとあります。そのマークとは何かということを、まあ、いろんな学者がいろんな説を立てて、いろんなふうに説明しています。が、私、林浩の説はシンプルでわかりやすいんですよね。つまり、顔を落とされたということはですね、ひげを落とされたということです。ひげのない人間にしたということです。男にしたということです。あの、まあ、ペルシア、アラブの国にあってはですね、今の現代のアラブもそうですけども、ひげのない人間、男というのはもう目立って仕方ないですね。はい。どう目立つかということは、まあ、目立つんですよね。まあ、もう逆に考えますと、ひげのない男というのは男に今でも扱われませんよね。ですから、私が商社マンの時代であった頃にはですね、中近東の方にね、いわゆる短期出張、今でいう、いわゆる単身赴任で行く場合にはですね、皆さん、商社マンたちは皆、ひげを伸ばして現地へ向かいましたね。まあ、そうでもしないと、いわゆる相手の方とですね、対等に話ができないということではなかったのかなというふうに思います。それは、まあ、余計な話です。ともかくも、ひげを落とされたということです。その証拠がですね、またあるんですよ。それはゼカリア書を書いた地球年代史の中にですね、カインの話が出てくるんです。その中に、わざわざ、ビアドレスカインと書いてあるんです。ビアドレスカイン。まあ、ヒゲのない人間がいかに目立ったかということをね、逆に言うとですね、まあ、そのような表現になるわけですけれども、ヒゲのないカインというふうに書いてあるわけです。わざわざ何故にヒゲのないカインと書いたかというと、普通なら男はヒゲがあるはずだけれども、ヒゲがないから、ビアドレスケインと書いてあるわけです。カインと書いてあるわけですよね。そんなところからですね、
ヒゲを落とされた。それをですね、聖書の方では顔を落とされた。つまり、ヒゲのない会員となったわけです。つまり、マーク、顔につけられたマークというのは、カインということになります。というところからですね、弟のアベルを殺した、まあ、兄のカインということになってくるわけですよね。はい。で、カインはですね、弟を殺してですね、まあ、エホバ、ヤーウェによってですね、いわゆる呪いをかけられるわけです。のっぺらぼうの顔になるわけです。その絵も皆さんに紹介してますけれども、そののっぺらぼうの顔に髪の毛をつけ、ややバリオシンを加えて、ひげをつけたのが、私たちがよく知っているあのダヴィンチの自画像へとつながっていきます。つまりあのダヴィンチの自画像になるものはですね、人間ダヴィンチの顔ではなくて、カインの顔に頭の毛と、頭の毛ありませんよね、ひげ、まあ、途中に頭の毛をつけた人間も現れますけども、途中と流れの中でね、ひげをつけた人間が、つまりはダヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知らぬレオナルド・ダヴィンチのひげもじゃもじゃの顔はですね、人間の画家のひげダヴィンチではなくて、そもそももともとはカインの顔にを、まあ、なんて言いますか、ひげをつけたの顔ということになるわけです。それも今日照合しましたのでね、皆さんじっくりと見てね、そのあたりを、まあ、検証してみてください。ともかくもですね、その創世記ブック1に出てくる、第1章に出てくるその男というのはカインであったということになります。じゃあウィトルブリスの男とどう、その男と顔とですね、ウィトルブリスの男の、まあ、カインの顔とまた一致するわけですけどもね、じゃあウィトルブリスの男と題されているあの両手を広げているあの裸の男は誰かというと、言うまでもなくカインということになってきます。ですからその顔と今度はダヴィンチの顔と一致します。ただし鼻の長さと太さは違います。まあ、これはあの神の思考回路なんですよね。つまりそのアジア人を表現するときには鼻を短く細くします。がしかしヨーロッパ人種を表現するときには鼻を長く太くします。現代の今でもですね、英語国ではですね、鼻が高い高い高いというときにはですね、彼は鼻が長いという言い方をしますね。まあ、これは偶然の一致かもしれません。ともかくも長い鼻で表現するわけです。まあ、そういう例はあちこちにあります。ともかくも、ウィトルブリスの男で表現されているのはですね、あれはダヴィンチの顔です。ただし、ダヴィンチの顔よりも鼻が短く細いです。その違いはありますけれども、あとはパーフェクトに一致しているということです。それも、いわゆる人間が最初に作られた、まあ、いわゆる人間がですね、カインであるという証拠になってくるわけです。つまり、カインこそがですね、人間種の最高神、すなわち原種、すなわち品種改良された第一号、すなわち創世記ブック1に出てくるマンということになります。そこには名前が書いてないものですからね。しかし一般説によれば、そのマンというのはアダムだというふうになっています。どこにもアダムとは書いてないんですよ、皆さん。決して聖書が間違っていると言っているのでありませんよ、私は。いいですか、解釈を間違えている。その解釈をしたのは人間ですから、人間が間違えたということになります。その間違いをですね、素直に認めればそれで話が進むということになります。で、今日はですね、そのカインの話をします。いいですか、カインは弟のアベルを殺した罰として誰にか、まあ、顔がですね、誰が見てもカインと分かるマーク、出エジプトの方ではマークとなっています。がつけられる。そのマークとは何かというと、つまり顔を落とされた、ひげのない顔にさせられたということです。まあ、その証拠はですね、ゼカリア書の書いた地球年代史ということになります。で、2番目が、次に大事なことはですね、カインが弟のアベルを殺した背景にはですね、イナンナ・マリアとネルガルがいたということです。つまり、無邪気なカインはですね、イナンナ・マリアとネルガルにそそのかされて弟のアベルを殺したということになります。証拠はダヴィンチが書いたと言われている聖母とそしてイエスと題された、まあ、長いタイトルの絵ですけれども、私は簡単に、ね、聖アンの絵、あるいは聖アンと聖家族と題された絵というふうに言っています。まあ、ともかくそれはどうでもいいことですよね。はい。ともかくもその絵がですね、つまりは弟のアベルを殺したカインの背後にはですね、イナンナとそれからネルガルがいたということです。あの絵の中で担当を持っているのがですね、これがカインということになります。羊の耳ではありませんよ。もうどなたかがですね、それを丸々パクってですね、その
まあ、男の子イエスって言ってますけども、イエスは担当を持っているなんてね、発表している人もいますけども、 100% パクリです。藤沢の方ですね。そうですね。それからイナンナ・マリア、そのイナンナ・マリアはですね、向かって奥の方にいるのがイナンナ・マリアです。そして右側にいるのがネルガリです。太った顔の人物、ネルガリです。その人物の顔とそれからモナリザの顔が一致します。いいですね。モナリザの顔はないです。そしてモナリザイコールネルガルを私は証明しました。ですから、あの聖アンナと聖母子の絵はですね、つまりは会員がですね、弟のアベルをですね、担当で突き刺している様をね、比喩的に表現した絵だということになります。つまりそれが証拠だということになります。その動画もですね、今日シリーズの中に入れておきましたので、興味のある方は見てください。で、3番目の動画でですね、私は、カインの懺悔と苦悩、いわゆるというタイトルで、まあ、作った動画を載せておきました。そのカインは、神によって作られた最初の人間ということになるわけですけども、弟のアベルを殺すわけですね。で、懺悔に懺悔を重ねます。苦しんだんでしょうね。その様子を表したのが、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの絵ということになります。セント・ジェロームと題されたあの絵の向こうにはですね、左奥にはですね、61という数字が書き込んであります。61は神を意味します。そして足を使ってですね、72という数字が表現してあります。反対に読むと27、すなわち、カインという意味に、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインという意味になります。つまりそこに描かれているのは、神カインだということになります。で、下にですね、白抜きのライオンが描かれています。それは見せかけです。つまり、セント・ジェロームに見せかけて、実はカイン・キリスト自身がですね、自らの自画像を表現したということになります。その胸を見てください。手に書を持ってですね、そして胸を打ち付けて、穴が開くほどまでに胸を打ち付けています。つまり、懺悔に懺悔重ねた、苦しんでいる様をですね、あのセント・ジェロームと題された絵を通してですね、カイン・キリスト自身がですね、ダ・ヴィンチに、そのダ・ヴィンチなら受け渡しにですね、その絵を渡して人間に発表したということになります。ダ・ヴィンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチという受け渡し人はいたと思われます。神と人間の間を行き来してですね、神の描いた作品を人間に渡していたわけです。これはレオナルド・ダ・ヴィンチだという名前の画家が描いたものだと言って渡していたものと思われます。ということなんですね。それがまあ今日3本目に、4301の3号で皆さんに紹介しました。つまり、弟を殺したカインはですね、まあ、懺悔に懺悔を重ねたということです。そして2番目の話と結びつけて考えていただくとですね、分かっていただけると思いますけども、弟を殺したとき、カインはあまりにも無邪気だったということです。その無邪気な様をですね、聖アンナと聖母子の絵の中で、まあ、表現してあるということになります。それをそそのかしたのが、その後ろでね、にたにた笑って、殺しなさいよ、その羊を殺しなさいよ、と言っているのが、イナンナ・マリアとネルガルだということになります。ネルガルは風の神、大変、まあ、邪神と言いますかね、恐ろしい神だったと思われます。そして、カインはですね、弟を殺してしまったわけです。懺悔に懺悔を重ねて苦しんだということですね。それを3番目に皆さんにナンバー3で紹介しました。そしてナンバー4でですね、今度はカインは神によって作られた最初の人間ということを証明しました。創世記ブック1、チャプター1に出てくるマンというのはカインのことだということです。その証拠がダ・ヴィンチが描いたとされるウィトル・ウィスの男と題された絵画ということになります。あのウィトル・ウィスの男で表現されているのはですね、つまりは人間創造改造時に使われたブループリント、すなわち設計図ということになります。その証拠に、そこに表現されている人体図というのは現代人と全く同じです。わかりますか、この意味が。理想図じゃないんです。理想図だったら理想図。それはわかります。しかし、そこに表現されている人体図と、少なくとも私の人体とはほとんど同じです。ただし私の方がですね、足の長さが 5% あの図よりも短いです。それは戦後のあの栄養不足によるものだと、私、林博士は考えています。こうしてですね、ブック1に出てくる、いわゆる創世記で作られた人間というのは、いわゆる、
隊員であるという証拠がまた、まあ、だんだんつながっていくわけですね。あの、ウィトルウィルスの男の中央に書かれている人物の顔にひげをつけたのが私たちがよく知っている、話はそこに戻っていきますけれども、ひげもじゃもじゃのダヴィンチの顔だということです。そして5番目、神、要するにヤーウェ、エホバ、ね、いろんなエルシャダイ、いろんな名前で呼ばれてますけれども、全知全能の神とも呼ばれてますけども、日本語でね、エルシャダイです。キングアヌは最後の審判を下し、人間絶滅計画を実行します。すでに紀元前2020年前後ですね、まあ、今日の動画の中では2000年頃としておきました。これはゼカリア詩人の、地球年代史説に基づいています。人類絶滅計画を実行します。ソドムとゴモラ、それからメソポタミアの各都市国家、そしてモヘンジョダロなど、あるいはプーマプンクもそうですけどもね、次々といわゆる、まあ、人間が住んでいる世界が、場所がですね、まあ、核兵器によって破壊されていきます。それが紀元前2023年頃ですね、ゼカリア詩人説です。ですから最後の審判のあるものはですね、その前になされているわけです。その審判に基づいて人間どもを絶滅させろという号令がかかってですね、そして世界に残る人間の住む世界がですね、次々と破壊されていったということになります。まあ、その様子はですね、例えばバベルの塔の中にも表現されてますけども、しかし一部は生き残ったわけです。はい、一部は生き残って現代の私たちの大祖先へとつながっていくわけですけども、現代の私たちはそういうところから、まあ、一部は残った、その人種の残りだということですね。がしかしそれ以上人間を殺すことについてね、いわゆる絶滅させること、絶滅ってことは全部皆殺しにすることですからね、人間、特に知的能力を持った人間をですね、絶滅させることについてですね、マッターをかけたのがカイン・キリストということになります。その様子を表したのが、先ほどちょっと言いかけましたけども、ミケランジェロ・ブラナティがですね、システィナ礼拝堂の壁画として描いた最後の審判と題された絵ということになります。つまり、最後の審判のある絵はですね、最後の審判の絵ではないんです。当然でしょ？だってキリストだもん、カインだもん。カイン・キリストが最後の審判などするはずがないじゃないですか。人間を絶滅させろという、まあ、その、とんでもない審判を下すことができる神は誰かというと、アヌ王以外にはないわけです。わかりますか？カインというのは人間種の最高神ですから、人間種です。あくまでも人間です。その人間がですね、自らをですね、最後の審判などをするはずがないわけです。そこで苦肉の策としてはですね、苦肉の策と言いますか、苦肉の説明としてですね、マリア教の方ではどのように説明しているかというとですね、人は、まあ、その時が来たらですね、一人一人全部審判されると。あなたも、私も、あなたの妻や夫も、あなたの子供も、そしてあなたの祖父母も、そしてあなたの孫も、みんな、一人ずつ、みんな、最後に一人ずつ、善人か悪人か悪人か善人かということを審判して、善人は天国へ、悪人は地獄へというふうに審判している、などという、まあ、規定的な説明もなされているわけです。しかし、あれは最後の審判の絵ではありません。あの絵こそがですね、まさに神とカイン・キリストの間で取り交わされた、つまり、新約束の文書、なあち担保であるということになります。つまりカインがですね、神と人間の間に割って入ってですね、私が何とか人間をしますから、どうか絶滅させることだけやめてください、少し待ってください、2000年待ってくださいというような数字まで出してですね、おそらく神はカインはですね、神に談判、直談判したものと思われます。その様子を描いてですね、分かったカインよ、お前そこまで言うならば人間の、まあ、しばらく様子を見てやろうと、絶滅計画からしばらく様子を見てやろう、モラトリウムしてやろうということで、まあ、その証文として、文書として、担保として描いた絵が、あの絵ということになります。つまり、あれは最後の審判の絵ではないということです。ミケランジェロもそれが何の絵だか知らないまま、適当に、まあ、自分の能力と知識と、いわゆる教養を用いてですね、キテルツの名前で、最後の審判という題をつけて、まあ、人間に発表したということになります。つまり、あの絵はですね、もっと恐ろしい絵だということです。神とカイン・キリストの間に取り交わされた、つまり人間救済のための文書だということです。そしてその後ですね、現代に至るまでカイン・キリストはですね、なんとか人間をしよう、なんとか人間を教育しよう、なんとかして人間をですね、絶滅から防ごうということで努力して人間を指導しているわけです。多くの芸術家、例えば絵画、彫刻、文学、
最近では映画などもそれに含まれると思います。そうしたものを通してですね、カイン・キリストが人間を指導しているということになります。その絵がですね、いわゆる証拠が最後の審判ということになります。それも動画はナンバー5で、4301の5号で皆さんに紹介しました。そして最後6番目に、それゆえにカインこそが人間史の最高神であり、人間の救世主ということになるということです。そしてカインは、絵画、彫刻、文学、映像などと、まあそうしたメディアを通してですね、芸術家というのは大変隠れ蓑として使うには良い職業なんですよね。本学もその中に含まれますけどもね。というような様々な方法を用いて、現在の今も私たち人間を指導をしているということです。以上ね、0号から6号まで、今日動画の中でそれを皆さんに紹介しました。で、これらの事実を一連の動画の中で証拠を添えて、私、林博士が皆さんに証明しました。というような視点でね、まあ皆さんの興味を持っていただけるところからですね、動画を見ていただければ嬉しいです。ということで、今日のビデオであり終わりますけども、最初の0号の全般部だけをですね、この後につなげておきますから、どうかご覧になってください。では今日のビデオであり、ここで終わります。Bye for now. All here you watch is just one God, Cain. Cain is marked as beardless Cain since he killed his younger brother Abel. That is to say that beardless Cain is his mark set upon Cain by King Anu. ここにお見せしている人物はすべて一人の神、ケインです。ケインはひげがありませんでした。なぜなら彼は彼の弟のアベルを殺したからです。つまりケインは弟のアベルを殺したためにキングアヌによって、つまりはひげのない顔というマークをつけられたということになります。広志林、浜松市、ジャパン、May the 31st, 2023. Thank you.
as a punishment for having killed his brother Abel, Cain set upon a mark on his face that anyone can recognize him as Cain. So, Cain has his face fallen and made to have a beardless face. Evidence is Zechariah Sitchin's The Earth Chronicles.カインは弟のアベルを殺した罰として顔に誰が見てもカインとわかるマークをつけられます。つまりカインは顔を落とされひげのない顔にさせられます。証拠はゼカリア・シッチンの書いた地球年代史です。But Inanna Maria and her father Nergal are behind Cain, killing his brother Abel. Then the innocent Cain killed his brother Abel at the temptation of Inanna Maria and Nergal. The proof is a painting entitled Saint Anne and Holy Families, allegedly painted byレオナルド・ダ・ヴィンチが、カインが弟のアベルを殺した背後には、イナンナ・マリアと彼女の父親のネルガルがいました。つまり、無邪気なカインは、イナンナ・マリアとネルガルにそそのかされて弟のアベルを殺しました。証拠は、ダ・ヴィンチが書いたとされる聖アンと聖母子と題された絵画です。Cain suffers from his sin he committed and repeats his confession. The painting entitled Saint Jerome, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci, depicts this situation. Cain は自分の犯した罪に苦しみ、懺悔に懺悔を重ねます。その様子を表したのが、ダ・ヴィンチが書いたとされる聖ジェロームと題された絵画です。Remember that Cain is the first human being created by God. The man that appears in Genesis Book 1, Chapter 1 is Cain. The proof is a painting entitled Vitruvian Man, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci. そのカインは神によって作られた最初の人間ということになります。創世記 Book 1, Chapter 1に出てくる Manというのはカインです。その証拠がダ・ヴィンチが書いたとされるウィトル・ウィブスの男と題された絵画ということになります。
Meanwhile, the god King Anu renders the final judgment and carries out the human examination plan. Some have been carried out. It was around 2000 BC. However, it is Cain who stops it. The proof is a mural entitled The Last Judgment, painted by Michelangelo Buonarroti. その一方、神、キング・アヌは最後の審判を下し、人間絶滅計画を実行します。一部は実行されました。紀元前2000年頃のことです。が、それに待ったをかけたのがカインということになります。その証拠がミケランジェロ・ブラノティが書いたとされる最後の審判と題された壁画です。Therefore, Cain is a savior of mankind as well as a supreme god of the human race. Cain still teaches us humans today using various methods such as paintings, sculptures, literatures, and movies. I, Hiroshi Hayashi, is to explain these facts with evidence in a series of videos. それゆえに、カインこそが人間種の最高神であり、人間の救世主ということになります。そのカインは、絵画、彫刻、文学、映像というさまざまな方法を用いて、現在の今も私たち人間を指導しています。これらの事実を一連の動画を通して、そして証拠を添えて、私、林浩司が説明します。浩司林、浜松市、Japan、May the 31st, 2023.
Wikipedia English writes about Mark set upon Cain as follows. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Cain and Abel in the book of Genesis. In the stories, if someone harmed Cain, the damage would come back sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical mark on Cain himself. The King James Version of the Bible reads, Set a mark upon Cain. But what is that mark? I, Hiroshi Hayashi, have determined that the fact that his face was hairless is a mark. 弟のアベルを殺した罰により、兄カインはマーク、つまり誰が見てもすぐわかる印がつけられます。が、そのマークとは何か。私、林博士は顔をのっぺらぼうにされたことがその印であると判断しています。博士林、浜松市、ジャパン。